はい、どうも大島兄弟です。よろしくお願いします。こんな仮装をしてるんですけど、まあ、特にどこかに行くわけでもなく、ただ自宅で仮装。今日の企画は10月のお気に入り紹介、イエーイ。それでは行ってみよう。僕の一つ目、じゃじゃん、2019年のスケジュール帳です。前回のスケジュール帳もメタモンとピカチュウのポケモンだったんですけど、今回もポケモンにしました。こんな絵柄です。めっちゃ可愛くないかな。一目惚れして1年間お休みピカチュウにお任せしようと思って、前のやつも同じスケジュール帳使ってるよって言ってくださった方がいて、これもお揃いになる可能性も大大大大の大。私の一つ目はこちらです。じゃん、キャンディーのピアスです、はい、兄から企画でプレゼントしてもらったキャンディーのピアスです。はい、ご無沙汰です。はい、これから使いたいなと思いました。おーおーおー、そう、これがちょっと袋に入ってるのがちょっとね、そう、キャンディーも空気に触れるのを待ち望んでると思うんで久しぶりにちょっと対面して可愛いなって思ってやっぱお気に入り僕の二つ目、じゃじゃーん、ユニクロの防風ボアフリースパーカー。去年お世話になったユニクロさんのフリースの進化版みたいな。めっちゃあったかそう。やべえよ。やべえの。試着の段階でそう感じた。そう。ちょっとこう。私のお気に入りの2つ。近づいただけじゃん。もうちょっとこう。夜やからよ。あんたが早く帰って来ればよかっただけなの。本当でしょ。強風が。前髪やばい。あんたのせいや。私のお気に入りの2つ目はこちらです。じゃじゃん、バックナンバーの2018年のドームツアー Stay With You のグッズでございます。初めてバンカーリングというものをちょっと手にしてみたんですけど、うん、すごい便利、ピッピッ立つみたいな。あ、ちょっとほんまに便利すぎて、うん、今月めっちゃ役に立った、ね、よかったですね。バックナンバーやから、うん、気分も嬉しいと。そうグッドボタンおばさんいたな今どっかにグッドボタンおばさんちょっと通ってたけど僕たち兄弟の10月のお気に入りを紹介いたしました。2018年も残すところ2ヶ月。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。